はいはい、どうも松尾修造のこれ知ってます。今日も明日も明後日も昨日も始まってます。毎日毎日これやってるんですけどね、なんかおもろいことないかなーってネタ探しにもう走り回ってますけどね、走り回ってはない、今日ね面白い、たこ焼きのね、たこ焼き、大阪名物たこ焼き、たこ焼きの缶詰ができたそうなんですよ。少し前にだし巻きの缶詰っていうのができたんですけど、このたこ焼きの缶詰っていうのができた、これは1回1個550円らしいんですけどね、ぜひ1回買って食べてみないといけないなと思う前に、さっきちょっと皆さんに紹介しましょう。今日はね、たこ焼きの缶詰があるんですよ。すごくないですか。ありがとうございました。松尾所蔵です。コテコテの大阪人、閉店ガラガラ。